にちは、賃貸のまさきです。本日はですね、三条宮前町にありますテナントのご紹介をさせていただきます。こちらのテナントになるんですけれども、この通りはですね、飲食店がたくさんあるんですね。小料理屋さんや居酒屋さんなどが大きく並んでいるところですので、本当に飲食業を始める方にはとってもおすすめの場所でして、ようやく空きが出たという形です。では中の方見ていただきましょう。縦に奥行きがあるタイプのテナントとなっております。中の方工事をしていただきやすいのではないかと思いますので、ぜひあらゆる業種の方ご相談ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋テナント探しを全力で応援しております。ご視聴ありがとうございました。